俺たちに一体何の用だ。ここはお前のようなチャラチャラした走り屋風情が来る場所じゃないぞ。バトルしようってのか。一体俺が東道陸だと知ってて言ってるのか。そうでなくたってこっちは有利な地元なんだぞ。大した自信だな。なぜ俺知らないとムカつくじゃない。いい気になってるのが見え見えです。東道塾の二宮大輔、本当に速い奴は世の中にいっぱいいるってことを見せて、俺はこのコースでは100点目まで。集まってない。絶対に連れ帰ってもらえない。あげない。本当に速いやつは世の中にいっぱいいるってことをただ見せたいだけだ。後追いで行かせてもらう。なんだか知らないけどムカつくぞ。いい気になってるのが見え見えだぜ。余裕がある走りかどうかを見抜けないと俺は間抜けじゃない。いくらか興味が出てきた。このままで済ませるつもりはない。どっかで追い抜いてやらねえとな。一瞬で終わらせる。遅い。大したことはない。何を考えてようと今から抜き返すのは不可能だ。今までよりも数段速いこのペースについてくる。俺より速いけどな。そろそろ勝負を決めさせてもらうぜ。なんてこと。わざと隠してたんだ。いや、それはないはずだ。なんてことだ。ひょっとすると俺は折り返しのつかないヘマをやっちまったかもしれねえな。タイヤがもうきついぜ。握られてたまるかよ。てえ、マジかよ。まあ、東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだ。
お前一体何者なんだ。トモさん、すみません。俺も力不足なばっかり。謝ることはねえだろうが、勝ち負けは個人の問題だろう。知れないけど、俺はショックだよ。社長なら多分こんな風に言うんじゃねえのかな。大輝、甘ったれてんじゃねえぞ。でさ、負けたのかを考えて、それを次のステップにつなげていくのが本当の東道塾の精神だろ。今回は俺の負けだな。相手が早いと分かっていればそれなりの対応がある。次は俺が勝つ。